よう、来たかよ、スプリガン。ビオーラとオランピア殿を下してきたようだな。今度あんたらがまとめてかよ。甲冑野郎はともかく、筋肉野郎は抜け出しやがってか。ああ、ビオーラ同様、拘置所より無様にも放たれた。だがこれも巡り合わせだろう。最後に一花咲かせるとしようか。いきなりだね。でもこの人たちに限って問答は無用でしょ。分かってんじゃねえか、ちっこいの。ラゴーの牙に生かされてた身、いつ消えちまっても文句はなかったが、修羅としてもう一度望まれてるんなら乗らない手はないからな。自分も同じく死人のようなもの。ことでお前たちに敗れたものの、やはり生きる意味は今さら見出せない。勝手は承知だが、胸を借りるぞ、スプリガン。そして女子たちよ。いいだろう、改めて引導を渡してやるぜ。ええ、死人気取りの連中なんかに意地でも負けてあげるもんですか。道を踏み外したファンの目を今度こそ覚ましてあげるためにもね。相変わらずいい女だ。なら存分に相手を務めてもらおうか。双方ともに圧倒的な質量に速度、最大級の難敵かと思います。総力戦で撃破する。前衛後衛でフルに連携しろ。先生もよろしく頼みます。わかりました。任せるがよい。カード展開。この拳砕いてみせろ。これで最後だ、とことん楽しもうぜ。崩せるか、ダイヤモンドガード。こちらのターンです。せいぜい開けよう。そこまでだ。ラプラスコード起動。チャンスです。ドライブを開始します。まとうとすっか。任せたよ。覚悟はいいか。せや、私が相手です。はあ、ドライブ開始。任せたよ。見てください。
号の牙よ、暴れんぞ。から解放されるといい。村一つをやった時点でもうそんな次元じゃねえんだよ。改めて臭い飯を食らいながらてめえ自身と向き合い続けろよ。良き自制と成長ぶりだ。私も故郷の若者たちにいや彼らならばTaikou家最後の護衛だったか。ある意味俺と似たようなもんか。まあ故郷も立て直し中みたいだし、先は残されてるかもしれねえが。さてそんじゃ俺は行くかね。正直やり合った中で一番もう二度と戦いたくねえ相手だったぜ。斧槍の重みも積み重ねた研鑽もない。そういえば私の映画結局見たの？ああ、オラシオンでゴールデンブラッドだけな。単純だが熱くてエロくて最高に楽しませてもらったぜ。映画か、無駄に死にそびれてきた甲斐があったかもしれねえな。私のに限らずいい映画なんて他にいくらでもあるっていうのに。いつか見られるといいわね、ジュディスさん。なんかいい顔をしてたね。はい、ちょっと意外でした。ああ、残忍な男だったが修羅の精の果てに少しくらいは人らしさを見出せたのかもな。そうだといいんだけど。タイプは違えど双方とも孫うことなき武人であっただろう。打ち勝てたのはひとえにお主らの成長の証に他なるまい。だといいんだがな。